こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、気になるお店の気になるメニューを食べてみようのコーナーでございます。今日は渋谷ヒカリエの中にありますチーズキッチンラクレスさんに来ておりまして、こちらのお店にはとにかく女子が好きそうなメニューがいっぱいあるんですね。そんなわけで今日はここでいろんな美味しそうなメニューを食べてみたいと思います。では行きましょう。あれ、スパイクの小川です。せっかくだから一緒に入りましょう。メニュー開いてみましょうよ。はい、ででん、うわー、いきなりもう1ページ目で決まっちゃったかもしれない。うわー、やばー、こういうメニューもやっぱ充実してますよね。うわー、美味しそうですね。美味しそう。これは注文するとして、はい、スイーツはそれぞれ気に入ったやつということで、1個がこのソフトクリーム、ソフトクリームで、もう1個がこれもそうですよね、これ食べたい、チーズケーキ。これで表面をもう今温めてるってことですかね。溶けやすくして流し込んでくれるんですね。うわー、うちらのお料理にも。うわー、あ、パンもかわいい、はい、サラダも火つけた、火つけた、出た、あーらららら、らこれにいただきます。よいしょ、いやー、うーわー、たっぷり、やだあーらららー、美味しそう、分厚い。まずベーコン確かに分厚いよね。ベーコン分厚い。わ、ここにで、これ何何、でっかいソーセージがいますよ。すごいね、いいとこ行ったね。あ、うわー伸ばすね。いただきます。はい、最高、最高。チーズめちゃくちゃ美味しい。匂いもすごいもんだって、もうだいぶ漂ってますよ。うわー、伸びるね。いただきます。何これ、チーズもちもちだね。食材にもちもちの衣をつけるんだよね、うん、で噛んでいくと中から具材の美味しさが出てきて、合わさってまた美味しくなるっていう。最高。中の具材が出てくる前からもう美味しいんだよね。美味しい、チーズ美味しいってなってて、うん、でさらに具材も合わさって美味しいから、うん、うわ、なんかすごいカリカリのところもある。あ、うわー、ちょっと待って、持ってくね。おーおー、今のもうソーセージ見えなかったもんね、最後。じゃがいもとソーセージでもいいんだもんね。あ、そうですね。ここの中で合わせて一緒に、こう一緒に行くパターンもあるよね。最高。あ、最高来た、最高来ました。ピカピカ、ピカピカですね。これも美味しい。うん、コーン。うん。うわあ。コーティングすごいたっぷり。ね。うん。うん。全然違うチーズが。クリーム。チーズのクリームソースというか、なんか、なるほど、ちょっとコーティングできるかな、上手に。あら、あらら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 、あららららららら、チーズの滑らかな食感とね、トマトのジューシーさがすごい、また違っていいですね。いい。パンはどう食べればいいの？お野菜の、まず、お野菜、あ、お野菜のせパターンね。お野菜のせパターンからのチーズ、チーズもらっちゃう。うわ、このチーズのところをガブッと。お、そんなやっぱチーズの風味がすごいからね。これ毎日食べたい。そんなに、せっかくですから、ちょっとさ、ナイフでこう、ね、せっかくだから、これはすごい、このベーコンがこう切って、でこのチーズまみれのポテトね、うわー、やばー、こう切って、お野菜、お野菜、帽子かぶせるみたいな。さすがに全部乗せすぎて合わないってこともあるのかもしれない ね。全のっけしましたね。全のっけしちゃったから、あ、うん、美味しい。こんな楽しみ方もできちゃう、うん、お待たせいたしました、チーズソフトクリームでございます。あら、いや、あ、来た、いや、美味しい、いや、このソースがもうお皿に、海にお皿にかかってるね、お皿にソースかけてますもんねそっか、レアチーズ、はい、断面、あれ、何かいる、なんかいる、はい、これね、チーズ感はやっぱ、あれあれあ れ、 あれ、もう大丈夫、取れないから大丈夫よチーズケーキなんですけど、はい、この桃の爽やかな感じ、うん、なんかこれチーズっていうのが意味わかんないんですけども、確かに美味しい、これ、あ、濃厚、ストロベリーが爽やかにしてるから、うん、癖があるとかじゃない、うんうん、爽やかにチーズを食べれるっていう感じですね。美味しいですよ、これも。ほら、お皿の口のさ、はい、ソースを使わなくていいの、これ。いきますよ、ポンにしちゃいますよ、ポンにしてそこで、あ、これ美味しくなっちゃうのかな、もしかして。
合う最後おっさんみてえだ。